来たぜなあ。ここら辺のトラック乗りの聖地らしいぞ。すごいな、めっちゃトラックいるもん。めっちゃトラック、めっちゃトラック、もう世の中のトラックが集結しとるレベル。ドライブイン道しよう。いただきます。はい。したろ。ここがね。めちゃめちゃね。面会がある。面会のやつがあるんで、下からくぐらせて。はい。めっちゃ貝入ってる。めっちゃアサリ入ってるんだろうね。なんかこのドライブイン昔からあるらしいんだけど、うん、地元民はここ行ったことない人いないぐらい人気ですみたいな。あ、そうなんだ。そうそう。これはすごい貝がしっかりしてる。いただきます。いってらっしゃい。いってらっしゃい。うん。めっちゃ力が抜ける。しっかり汁にこの貝の味が染み込んでてめっちゃ美味しい。朝とかこれを飲んで始めたい。わあ、なるほどね。これは良い。はい、汁からのカレー、いただきます。どうぞ。あ、すごい香るね。めっちゃカレーの匂いする。カレー貝。下がカレーだからね。匂い負けちゃった。カレーの匂い強いな。うん、あ、うわ、すげえ。めっちゃ美味しいよね。すごいわ。もう口の中がもうね、カイーみたいな。カイーって感じ。すごいね。はい、何千個入れてなんか湯がいてんのってぐらいカイ、めっちゃ濃いよね。じゃあここカイ汁そういえば食べに来たけど、そのカレーなんだ。セットだった。セットだった。そうそうそう。いや、セットじゃないのあるよ、ほら。ん？セットじゃないのある。こっちの方がお得。カレーもうまいわ。カレーもうまいか。いつまで撮ってんだよ。いつまで撮ってんだよ。じゃあ切るわ、バイバイ。もっと撮れよ、もっと撮れよ。ミニからこんなに貝取れた。これミニなのにすげえ貝取れた。たまらん。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。お疲れ様です。河原そば、河原そば。おおふうふうふう、ザ・山口。The chairs are on the table. おお、厚め。あ、すごい。おお、後ろが結構焼けてきてる。おお、瓦の熱で。へえ、すごいね。おお、瓦すごいよな。ねえ、なんかなんでこうしたんだろう。なんで、どういう発想から生まれたよ。どういう思考回路やねん。初めて食べる。緊張。いただきます。初めての感覚。瓦で焼けたところのパリパリ感と、うん、まだ焼けてないところがもちっとしてて、すごい食感がいい。へー、いただきます。どうぞ。すごいな、肉とかも乗ってるんだ。ね、いっぱい乗ってる。へー、いただきます。うまいわ。美味しい。普通のそばじゃない、食べ応えがある。これ乗せるんだってよ、これ。レモンともみじおろし。これあ、かわいい。かわいい、これ。かわいい。味変？味変だ。おしゃれ。な、おしゃれだな。おしゃれよ。おいしい。あ、こっちの方がうまい。結構変わった？全然違う。爽やかな夏の風が吹き抜ける。夏の風。うまい。吹き抜ける。夏の風。地元民の人に、うん、おすすめの瓦そば屋さん教えてくださいって言ったら、うん、そもそも地元民はフライパンで焼くので瓦で食べませんって聞いた。フライパンそばやん、それ。それはもう、お疲れ様でした。どんどん行くぞ。行くぜ。朝9時。朝9時で入店。朝うどんモーニング。ここはですね、うん、山口県民のソウルフードのどんどんっていうとこで、らしい。そう、なんか愛知県だとまあスガキ屋的な存在かなって感じ。ネギもいっぱい入って、これかけほらしい。やったぜ。うん、いいね。いただきます。うん、どうだ。柔らかい。お、昔お母さんが作ってくれたうどんの味がする。何それ。ちょっと
つゆは濃いめでね、すごい美味しい柔らかいうどん。ネギ入れ方いいな。なあ。熱いな。イエーイ。めっちゃ入れるやん。野菜をここで摂取だよ、ちゃん。ネギの野菜なの。いただきます。だしうま。なあ、美味しいな。めっちゃうまいな。思い出すわ、あの頃。あの頃。どう、お肉は。うどん腰ないって感じだね。柔らかい。いや、そう、柔らかめのもっちもち系みたいな。もちもちってしてる。うん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 。あーちゃんのお尻みたいだね。うん、気持ち悪。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。さい。でっかいでっかいでっかいクジラ。はい。でっかいクジラ。さい。知らんから、みんな、これみんな知らんから。犬王っていう映画、みんな知らんから。ありがとうございます。みかん鍋が食べたかったんですけど、今やってないですよね。冬ですか？10月から3月。あー、なるほど。今季節のお鍋はうちは大島で取れてる赤もこっていう。赤もこ、うん、海藻なんですね。はいはい、じゃあそれで。はい、いいですか？はい、わかりました。行ってみます。はい。すごいな。めちゃくちゃコスパいい。コスパやばいな。この量でご飯とカレーをおかわりし放題の、うん、鍋の野菜をおかわりし放題の、うん、でドリンクバーついて1200円。安っ。素晴らしい。マジで普通だったら2000いくらとかだよね。素晴らしい。素晴らしい。本当はみかん鍋っていうやつが食べたくて。そう、なんかみかんがこの鍋の中に入ってるっていう。今シーズンオフだから。そうそうそう。今は何これ、初めて見た。そばのつゆみたいなやつに、はい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 、赤もくっていう海藻みたいのを入れて食べるっていう、うんうん、鍋になってるんだって。斬新。斬新。みかん鍋はまたね、あの九州沖縄巡って帰ってきた時に食べる。ちょいちょいあるな、そういうのな。そうそう、ちょいちょいあるから。いいね、映ってきた。では参ります。お、バラから行こうか。すすやすやすやすすい。やべえ、バババあんま入れんな、あんま入れんな、あんま入れんな。おい、大切に食え。おお。食べてみた？あ、今からです。今から。遅くてすいません。あ、絶対うまい、絶対うまいっす。ありがとう、き、幸せ。このつゆと。これを入れるの？そう。おお。おお、すげえ。おお。野菜を巻いて。うん。おお。黙と。いただきます。いかがですか？うまい。うまい。うまい。え、うまい。マジ？お肉もめっちゃ柔らかいし、だし、うん、も多分めっちゃ美味しくて、うんうん、そこに赤もくのネバネバの感じと野菜のシャキシャキと、最高。全部やん。全部最高。これはいいわ。すっげえネバネバしてる。ね。いただきます。ん？とりあえずご飯ね。なくなった。なくなってない？早くない？めっちゃ美味しいよね。めっちゃうまい。美味しい。なにこれ、感動してる今。ねえ、はい、いただきます。私も食べたい、私も食べたい。うまっ。ナンバーワン決定かもしれない。ナンバーワン決定。エレガント。エレガント、実にエレガント。お、あちゃ、メロンソーダ。カレー、カレーも食え。カレーまで。エレガント、エレガント、実にエレガント。アイスまであった。いろりちゃん、開けてみてねって書いてある。お、これは。こら、止まれ。金目のもの置いていきなさい。違う違う、遊びじゃない。行くぞ。行くぞ、いちゃん。なんかやってきます。There is something to be said about。山賊っぽい。山賊っぽいな。なんかおもろいな。うん、おも
面白いここお祭りね、お祭りっぽい本当に屋台みたいな、お祭りみたいな感じ。そうそうそう、いただきます。どうぞ。絶対うまいやなあ。うん、おいしい。うまジューシーで、うんうん、焦げ目もなんかすごいいい、食欲そそる。いただきます。うん、うまっ。タレめっちゃうまいね。俺も食っていい、これこのでっかいおにぎり、うん、ご飯欲しい、ライカになあ。めっちゃいただきます。たくあん、たくあん張り付いとる。うん、具にとたてにないぐらいパンパン具はね、米と昆布が入ってるのは見える。へぇ、おいしい。でもこうやん、こう完全に。おぉ、山賊山賊、おいしい。ジハハハハハって感じがする。あれ海賊だった。ごちそうさまでした。うっさあ、というわけでね、はい、山口グルメいかがだったでしょうか。おいしかったね。うまい、うまい。結構県民の人から言うと、うん、自分たちは食べないけど人が来た時に絶対連れてくみたいな、うん、ところがすごい多かったみたいで、うん、楽しかった。そうだな、アジア的な山口グルメナンバーワン何でしょうか。はい、私は赤木鍋です。あれね。そう、あれ私ね、メカブとか、うんうん、ネバッとしてる海藻ちょっと苦手かなぐらいな感じだから、ちょっと初見、おこれ食べれるかって思ったんだけど、めっちゃ美味しかったの。本当にうまかった。美味しかった。で、なんかご当地グルメって言われるとちょっとなんかどうかなとは思うんだけど、コスパが最強。マジであそこの店のコスパやばい、ね、いや本当にやばい、本当にやばい。堂々と第1位にさせていただきます。まちやさんどうですか。俺的にね、山口グルメのナンバーワンは、はい、コアラそばです。うわ、他じゃ食べれない。全国回ってあ、ここでしか食えないなってやつだった。本当に河原でね、焼くっていう発想がそもそもちょっとクレイジー。山口でしかないみたいな。そう、普通のそばとは違ってなんかさ、牛肉が乗ってたり卵が乗ってたり、なんか本当に考えられて作られたっていう。そう、そんな感じ。あじました。ありがとうございました。またね、興味がある人はぜひ山口県ね、見てください。はい、またみかん鍋食べ行きます。というわけで、あー山口県美味しそうだなと思ってたら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。というわけでまた次回、バイバイ、バイバイ。